おわんでございます。まだ昼間か。ちょっと聞いて、この曲踊りたいってみんな集まってるんだよ。はいはい。踊りたいでしょ。イエイ。あ、ちょっと声が少ない。踊りたいでしょ。OK。少し話させてください。いつもですね、一番踊りで何を歌うか一番悩んでまして、ふと考えたのは、ダンスする人が多いんで、ダンスに合うような曲をやろうと。数年それやってまして、今回もまずウォーターメロンフローをやろうと思います。で、実はですね、1年前にこの千葉ボリ終わった後、そこにおられるホスさんと話した時にですね、来年はウォーターメロンやりますよという話をして、それを、今日実現することになりました。で、歌ってますのはトレシーバードという、歌詞でございまして、これは後ほど言うそのマーク・チェスナットというこの後輩でして、同じホッキートークの ステージで、やってた、人です。で、ウォーターメロンプロ、訳しますと、スイカの、なんだ、転がる、スイカが転がるということなんですけども、歌の内容はちょっとジョージアをドライブしてたらちっちゃな町に、行ったと。で、そこでウォーターメロンフェスティバルをやってて、カントリーダンスを踊る時間がいた。で、その時踊ってたのがウォーターメロンクロールという曲です。で、歌の中にも歌ウォーターメロンクロールのステップがですね、少し出てきます。なんでしょうか、そんな曲です。じゃあ行きましょう。 YouTube を見るのにさ、YouTube で俺の名前見ればさ、梅田新司to the warm and cold. When the bass ends fighting, water may quit, so let me show you something that I've now never seen. They grab it by the arm, she got more, it's good. The drink does more, and the door she took. She looked like a need to try, but then a need to close, a fresh electric by the jackal on field. シールドを挟みます。
今言われるんですけど、カラオケですね。ギター弾いてるって。次はですね、Hard It In A Love Song ということで、1974年にマーシャル・タッカーバンドというグループが、ヒットしてきました。でそれをですね、マーク・チェスナットは、リニューアルしたという曲になります。内容はですね、俺はいろんな女と付き合ってきたと。でルーツが古くなるほど長く付き合ったことはねえよと。でそれが最近付き合った女の人にですね、どうしようもなく悩んでしまったという曲になります。でこれはですね、スティーギターがフィーチャーされてまして、マーク・チェスナットが、グランドオールオープニーで演奏している、YouTube がありまして、その中でですね、ペダルスティールギターがものすごくて、弾いてる人はスリム山口という人で、私あのチャーリー永谷さんのバンドにいた人なんですけども、その人がですね、マーク・チェスナットのバックバンドです。かっこいいと思います。今日はですね、この武井さんがですね、目立つはずですので、しっかり聴いてください。スミスさんの許可を受けてやってるそうです。よかったね。熊本市の。ちょっと We've been against so long, our boys need a song. If I ever sit down, you'll be my kind. And it's a good time for me to head on down the rise. Having a blast song. Always gonna be there.
鳥でしたね。はい、ありがとうございました。鈴見敏郎でした。